えー、こんにちは今日は朗読理論講座の62回目になります、えー、現在、えー、読んで、えー、解説しているところは、えー、第7章なんですね。左のページに印をつけましたけど第7章というのは文学作品を朗読で表現をするというところなんです。 で最終章なんですけれどもここには中心テーマというのは「文学作品の語り口」という問題ですす右にままた印をつけます語り口というのは、えー、書かれた形で言うと文体なんですね。つまり朗読って何なのかと言いますと 原稿としての文章を読むということではなくて文学作品の文体を読み分ける表現するというのが朗読の本質であります。ですからどの作品を読んでもその文体にかかわらず同じような調子で読むというのは これは原稿のの読読み上げであって文学の朗とといいううふうには言えないとこれにつきましてはこの「朗読の教科書」の第1章で朗読とは何かというのを限定して定義をしているんですけどもね朗読っていうのはアナウンスナレーションとは違って伝達ではなくて文学作品を表現すると。 でそれを味わうと、えー、読んでる人あるいは聴いてる人が味わうと鑑賞と言ってますけどもねその作品自体がどうであるのかというのを声によって表現することによって理解するというねそういうもんであります。で実際にあの文学作品をそれぞれの方が目読で読んでいる場合でも。 頭の中に声が浮かぶんですねでその声が浮かんでいるものを文体は文字面とでその文体が声になったものを語り口というふうに呼んでいるわけです。うん、ですから簡単に言ってしまえば文学作品朗読というのは、えー、文体を声で表現する声に生き返らせると。 あのー、文学文の文章をその乾燥野菜みたいに言、えー、うこともできるかもしれませんね皮膚的にねそれを戻すんだと戻すと実際に味わえるものになる乾燥野菜しゃぶってもしょうがないんですけどもちゃんと戻ったものは味わえるとですから、えー、目で読んでいる場合には非常に観念的なもの理解なんですけども。 実際にそれを声で表してみるというのが朗読の本質であるとでさらにその前提となるのはどう書かれているかというのを声に出すことによって理解ができるんですね。ですからこの作品を読むということはその作品自体がどう書かれているかを声で明らかにすると。 で明らかにすることによって実は声を出している人自身がその作品の意味をつかむことができるつまり自分の内側に取り込んでですねそれを理解していくそれはあのオーラルインタープリテーションと繰り返し言ってますけどそこに基本があるんだよという話であります。 でこの左の表を見てくださると分かるんですが、えー、今やっているのはこの文第7章の3なんですね、えー。3というのはこの一番下です。語り口の種類がある口調が5種類語り口は10種類と語り口を「風」と言ってますけどね何とかふうと「風」とそして、えー、314ページ。 私がこれを分類しましたけども前にもちょっとお話ししましたけども昭和の初期に朗読理論というのがありまして朗読ののタイプががあるるんだといいうのを研究した人がいるでその中では40通りぐらいのいろんなものが挙げられてるんですけど私はそれを5種類の10種類と5つの口調に分けてさらに2つずつ分けて語り口というものを えー、まとめたわけですこれが312313ページですね右にあるのがか1からか5までが、えー、5通りの口調とそして、えー、下にあるのがそれぞれ2つずつ「丸三、丸四というふうについてますけどもねでそういうものとして、えー、私がまとめたでちょっと見ていただきますけども次のページですね。 三百十四ページに一覧表にまとめてありますで。これを何度も見てくださると、この画像ではね。小さいんですけども、実際に本買ってくださると、丁寧に読む、見ることができると思います。で、今日はですね。語り口調というふうに、えー、タイトルをつけましたのは、えー、ここから始まるんです。この二つ目の左のページですね。語り口調について。 お話をしたいといとうわけで語り口調の全体ですねここまでですね3 1 5飛んでここまでを解説をしようとで,できる限り30分以内であまり長くしないでお話しますんでお付き合いください。で語りというのはですね今ふっと思いついたんですけどこれ対話なんです。対話の形が語りなんですね。 物語というけど本当は一対一で対話の形で語るのが基本であろうと。でこのカッコさんに物語ってあるんですけど物語というけども物語は数人に言うんだけどもあの本来の語りは一対一だろうと。つまりあの語り口調というのは一対一で向き合った時の声の立て方。でそういうい で文学作品のが書かれているわけですねそれはあの文体をから読み取れるで文体の分析をする研究者の方なんぞは文体をよーく見てその語りがどこにあるかというふうにやるわけですけどもで実は声に出すというのはもっと緻密なんですね。 大体いい文体分析っていうのをいろいろ研究されている人いるんだけども結局はの文の表面的な文法ですとか単語がどうだというところで終わってしまうんですけど私がこの語り口で考えているのはその単語でも単語の選び方でも文の文末の処理でも それが一対一なのかあるいは大勢に複数の人に語りかけるのかというのがねその違いがあるんですね。でそれはあのー、分析できない <laughs> で分析して、えー、説明しきれないものがあってそれは結局こういう感じですよというのをね声で出してみるしかないそれがさっき言ったあのオ,ーオーラルインタプリテーションの意味なんですけど で前回お話ししたのは独白なんです独白というのは私あの内言って言いましたけどもねここにもちょっと追加で書いておきます独白って何ですかって言ったら内言なんです要するに心の内でもって浮かび上がる言葉なんですけども果たしてそういうものがあるかというと実はかなりフィクションでありまして頭の中に明確に 言葉を思い浮かべて考えたりあるいは、えー、頭の中に浮かんでるかというとそれはほとんどないでしょう無意識と意識の境目みたいなもんでねところがこの内言を文学というのは表現してしまうんですそんなこと普段思ってないよ無意識だよっていうものをさらに言葉化してるんですね。ですから 独白口調というのは、心の中の声なんです。想像された声なんです。で、実際にそういう声があるかっていうと。実は日常レベルじゃないんですね、文学の世界っていうのはね。フィクションですから。そこで、心のうちの声があるんだという話をしたわけです。で、それに対して、語りになりますと、これ一対一で、相手があるんです。語り手は。 でさらに言うとですね2つ目なんだけども1、えー、対1で話す時には誰か第三者のことを語るというよりは自分,の自,身自分自身のことを相手に語りかけるというのがね非常に大きいだろうとそういう要素が。つまりね、えー、この後出てくる物語口調というのは相手が複数なんですけど複数に向かって えー、特定の一人に言う時には自分ののことを語るのは複数にあまり言わないです、ね、そう公式の場になるわけですけどですから非常に私的な語りかけが1対1ではできるこれはまあ簡単な例で言うとあの喫茶店で友達と向き合って話をするようなねそういう形なんです。で えー、日本のですね「私小説」というのはこの「語り口調」だというふうになります。でさらにですね昔は日本の私小説っていうのは私が語る一人称っていうのはなんか古臭い文学だと。でそれに対してあの19世紀の文学というのはもっと要するに私が語るような私はいない形でね 客観的に外から世界をを描描くような語り描き方をしたそれがあの19世紀の文学ヨーロッパ西洋の文学だったんですけどもそれに対して現代の新しい文学というのは実は私で語る私から語るというねこのリアリティが逆に重要目立つようになってきたですから昔は私小説ってなんか古くさいね どうも19世紀文学から遅れてると言われたんですけどいやそうじゃないと私でかか語るっていうのは非常に大事なんじゃないかとでそれが主に <laughs> 今朝たまたま国木田独歩の何だっけか「女難」ですね「女の難」「女難」というのをちょっと読んだんですけどもまあ他の作品もそうですけども独歩は徹底的に一対一の語りを作るんですね。 で,ですからドッポの作品を読む時には私はどこどこの宿でこれはあの「忘れぬ人々」っていう作品ですけどもどこどこの宿でこういう人と知り合ったすると彼が語りだしたというねでその彼の語りになると1対1でいや君に話すけどもという形になる。ですからこれはもう典型的な語り口調の例になってるんですね。そういういい作品がドッポにはいくつもありますで ドッポの作品を読むときには今回このはは私が話している語り口調の口調というものが表現できるようになる必要があるというわけです、えー、ちょっとここで話を挟みますがあの時々私アナウンスとかナレーションの例をお話ししますけどもこの一覧表にはアナウンスナレーション入ってませんつまり アナウンスナレーションというのは一つのあの技術的な言葉なんですね実用言葉なんですですから朗読の対象である文学作品の枠からは文学作品の語りからは離れてるんですねでさらに言うと表現ではなくて伝達ですからアナウンスナレーションというのは伝達の口調としてあるわけで 私のこの10通りの一覧表の中には最初から入っていませんしかしもっと根本的なことを言えばアナウンスナレーションとか文学も実はそもそも人に話を伝えながら何か話を語るというねそういうものから行けばまあその根底は通じるものがあるんですけどもねですから逆にアナウンスナレーションが この語り口の十刀繰りから学んでその伝達技術に応用するというねそういうことはありうる。で逆にアナウンスナレーションがこちらに影響するということはないむしろ語り口十0通りの方が本質的な言葉の作り方であってね。 それをどう伝達するかというのは実は二次的なな要素なんですつまり朗読というのは一時的な表現があって二次的に伝達がされるというねそういう根本があるということをこれはあのしっかり頭に入れてくださるといいと思います。で、あのー、今言ったのは一対一の場合には誰かのことを語るというよりは「 一つは告白なんです私的なものを一人に語るんだとみんなに聞,く聞いてもらうんじゃなくてあなたに話すんだというねそういうもんですね。ですですから私はこの「語り口調」の一対一の例として「えー、告白」と「手紙」というものを立てています。でこれはですね、えー、もうちょっと 例を挙げると特別にこういうものを用意しましたで今話したのをもう一回追いながらねこれはあのさっきの314ページにあるものを加工したもんです。で今日のお話は「語り口調」ですからこの右側ですねでこれをざっとなぞってお話をしていこうと思いますというのは1対1です。 聞き手は一人ですねで告白と手紙とこういうふうに分けてますけども共通する部分はここです上から三段目聞き手は一人だとで何が前提かというと親近感があるんですこれもね例えば例で言うとあなたっていう呼び方があるでしょでこれもあの ナレーションですとかアナウンスですなあなたのあなたのっていうこのあなたっていうのとあなたあなたっていうのとあなたあなたっていうこれは前も言いましたけどね日本説明を立てる伝達の口調調子つけそれで言うとあなたが一対一にならないんです一人に呼びかけることができないんです これも面白いのはね、私がよく例に挙げるのはあの試飲コーナーっていうのは試食コーナー、まあ試飲コーナーですかね。あのワインなんかをね、えー、ワインの試飲でございます。ワインワインの試飲でございます。お客様お客様でもお客様っていうのはこれ一対一じゃないんです。不特定なんです。でこれは不特定の言い方をしたらあの元へ戻りますがね。 えー、語り口の10通りっていうのはほとんどありえないんですアナウンスナレーションっていうのは一般的にはあの不特定にね伝えるんだという前提だからあなたっていうのとあなたのことあなたをあなたっていうのをあなたあなたあなたっていうのはこれは不特定ですねでさらに言うと一人だから親近感ができるんです呼びかけがであとはですね 親近感があるとあとは向き合ってる感じですねですからあの朗読で文学作品である部分読むセリフを読むときはどうするんですかって言うんだけども、えー「明日出かけるんですか?」というふうに言ったときにはそのの声ででは相手の顔が見えてるんですこの向き合っているイメージというのは相手の顔が目の前にあるんですね。うん でこれを逆にですね一般にあの朗読初心者は何やるかっていうと「あなたはどうですか?」っていうふうに「あなたも出かけますか?」っていう時には言ってる人を想像しちゃうんですよ。つまり言ってる人を外から見てしまう言ってる人の姿をまるであの、まあ、絵に描くようにねこの人あこの人がこう言ってるなというふうに読み方をするんです。だけどこのカタリクのの調場合の、まあ 特にセリフが多いですけどね対話ですから対話の会話のセリフですねでそれを言う時には言ってる本人を想像してはダメなんです言ってる本人の内側から相手の顔が見えるかどうかというねそういう想像になってくるよくあの朗読で言うと朗読というのは絵を描くんだとここまでは言うんですけどね絵だとかイメージを描きながらう読むんだよって言うけども その描いた絵そのものが要するに外から描いた絵なのか内側から語る人がから見える絵なのかねこれが今言ったような違いなんですよ。でそれがあのイメージの作り方でえどっちから向いてる絵なのかっていうのがないとその声も出ないというねそういうことになりますね。あとはでですすね距離が近いんです で距離近いっていうのはこの手紙がよくわかると思いますけど手紙を手紙を読む時どうするんですか、うん、でこれもおそらく今みたいに手紙を書いている人の姿を思い浮かべてあ「あなたのことを覚えていますけれども」っていうのかっていうとそうじゃない手紙を書いている人から見た相手の相手に向けてるんだから見る浮かぶべき映像というのは書いてる人の 思い浮かべるそのイメージですね。で、割と簡単なのはね、向き合ってるというふうに考えると手紙もね、わかりやすいんです。つまり手紙書いてるときには目の前にまあ写真を置くって言うと変ですけど、相手の表情とか相手の態度を思い浮かべてる。で、告白っていうのは明らかに相手は目の前にいますんでね、いる設定ですね。そういう設定をしておく。そうすると想像がしやすい。 で、えー、もう一つ書いたのは語り手自身が主人公であるあの自分のことを語る場合が多いんですこの対話口調のあ語り口調あるいはまあ対話口調と言っちゃってもいいような気がしますねあるいは対話と思ってください対話というのは会話ですね一対一だということで例を先に言ってしまうと、えー、告白というのは 非常に親近感があって親しみがあって信頼感がある語り方ができる一対一はところがあの物語になるとちょっと人ごと的になりますね信頼感とか、えー、親近感とかっていうのは三人四人五人相手がいるとなると変わってくるただし えー、これも私はよく言うんですけどね例えば5人の前で話をする10人の前で話をする時でも瞬瞬間瞬間は1対1の語りを作ってるんですここの部分はこの人に言ってってこっち向いてこの人に言ってこの人に言ってっていうねだから焦点をその都度定めたような語り方をしないと物語も さっき言ったような皆さんにお聞かせします皆さん皆さんという言い方ねこれもあの面白いんですけど人前でお話をする人はそれ訓練するといいんですけど皆さんって皆さんに言うと大抵誰も聞いてくれませんさっきのワインのシーンもそうですけどねワインのシーンでございますいかがでしょうかって言ったら誰も来ませんねあの ワインのシーンしてるんですけどどうですかそこの人っていう狙いを定めればねこれも1対1で呼びかけてる形になる。で,ですからあの前へ戻れば文学の基本は内面を声に出さないけど内面にあるうーん独白口調と内面の内言の表現があって次には1対1の表現があって。 これが拡散していくんですね、えー、3人4人5人にだから一人一人一人っていうのが瞬間瞬間割り振られていくでもっとこれが行き、ま、先へ行きますとね園芸園芸がありますわな園芸口調と縁起口調ってあるんですけどこの辺になると直接の親しみ感っていうのはないんんんですどんどん薄くなるんです。 あのひっくり返して言いますと実は人間のコミュニケーションの能力の発達というのも外から来るんですね。うん、でせいぜいこの物語の数名を相手にしたような話し方から入ってくる子供でも。でそれがだん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 、うん、自分の内面が見つめられるようになると一対一の話ができる。 内面までいかなくてもね1対1に限ってあ「この人に話をしよう」と「みんな聞いてくれる」っていうのがあなたに言うんだけどねっていう1対1になってさらに言うと相手がいなくても自分の意識の中で対話のやり取り会話のやり取りができるこれが内言なんですね。ですから、えー、この一覧表で言うと難しい順に。 うん、言葉表言葉の表現が難しい順に書いてあるんで、一番入りやすいな。この3から入るといいです。で、3はね。言っちゃうと、このオツベルと像とかね。宮沢賢治の作品は大体た3。なんですよで。童話とか昔話は皆さん大体朗読始めた人はやりやすいでやりやすいから、えー、もっと進歩したいなと思ったらこっちやってごらんなさい。 語り口調に入ってごらんなさいでそしてさらにこっちですね人語り日記だとか階層でブツ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 言うような作品っていうのが実は一番難しいそのリアリティを感じさせるように読める、えー、朗読の方はなかなかいませんね5%ぐらいかな1割いないので。 95%ぐらいのの人がこの内面表現のでききるる朗読ができるですから95%の人は、えー、物語この「かっ3のね物語的朗読をやられてる。で1対1でもなかなかできないこ,こ,この辺もね。うん、ですからまあこれまで物語口調の作品を読んできて。 うん、ちょっと朗読上達したいなもっと深い読みしたいなといったら今日お話をしている語り口調の作品を読むといいと。で、えー、この4段目はね単純なことです。手紙書いてるんですね手紙っていうのはねまさにね相手一人に向けた手紙です。で今度は、えー、告白っていうのは聞き手です。1対1でもってて話してるんだよというねその表現。 この訓練ですね。で作品で言いますとキリギリスっていうのはあります。お別れいたします。あなたは嘘ばかりついてました。お別れいたします。あなたは嘘ばかりついていました。で、これが不特定ですね。お別れいたします。あなたは嘘ばかりつ。つお別れいたします。あなたは嘘ばかりついていました。 というのをどっかあのアナウンスで聞いても「アナウンスしてるよね」っていうふうに聞こえますけどねそれと区別する意味で一、えー、対一あと「漱石の夢中やこんな夢を見たんだよこんな夢を見たこんな夢を見ました」ってこれもね不特定になってしまうそうじゃなくて「こんな夢を見たんだよちょっと聞いてくれる これが1対1ですね。あとは梶井基次郎のレモンなんていうのも、実は1対1の要素が非常に強いで、一般にあの純文学っていうのはね。あのみんなに聞いてもらう。そのかっこ3の物語とはだいぶ違うんですね。で、だんだんこっち行くに34と行くにつれて芝居がかかってくるんです。で、自分のあの親密度とか深刻深刻な感じというかな。 それれから外れていくんですねで,では手紙口調なんかないですかって言ったら代表的なのが心の下です漱石先生先生と言ってしまいましたけど「あの下」で「えー、先生」は「あの先生」と「遺書」っていうねそういうあの項目になってる。あれは私という人に当てた先生が残した遺書の 内容なんですねですから明らかに一人に宛てた手紙の文体なんですで、それが読めるかどうかということですねですから手紙を読むというのは一対一で読んでいるんだとそれがあの作品の形式で手紙の語り方がされているあとは K の焦点ねお手紙によりますとあなたは K 君の歴史について お手紙によりますとあなたは K 君の歴史について,、ね、とついてっていうのはこれもこれも何かナレーションとかアナウンスのような調子で読んでしまうわけですけれども大体いいこんな感じで読むとやはり1対1の感覚は出ないわけですというね。 あとはのの風の便りこれは私はあんまり読んでませんけど明らかに手紙の形式で書いてあります。というところで、えー、およそ1対1の語りの声がどうであって作品の特徴がどうであるかというのを一通りお話をしました。であの前回の「独白区長」のところでもそうでしたけどもね これではちょっとと総論的ででよくわからんとでは実際の作品にあたってどう読むかということはこれもあの告白風と手紙風と作品の例を挙げまして、えー、次の回次の次の回次の回次の次の回ですねでお話をしようと思ってますので、えー、またご覧になってください。それれでではこれで終わりにしますどうも ありがとうございました。